こんにちは、少子子です。こんにちは、キヨです。今回忙しかったね。忙しかった。やっと YouTube できたね。皆さんすいません。発表会の準備をしておりました。ごめんなさい。はい、はい、で、今日はですね、はい、モスカリを。え、モスカリムスカリだよ。ちょっと滑舌悪い。今日は河川市、そしてわお、失礼いたします、こんな汚いもので。岩祭、今日これを使って書いてます。書きます。はい、はい、キグサを使います。はい、あんなに汚い岩祭でも使うとこんなに綺麗なんです。そうなんですね。はい、はい、茎の部分から書いて、はい、葉っぱを寄せて書いていきます。はい、寄せて寄せて、たまにはひっくり返った葉っぱをピューっと描くと可愛いんです。かっこいい。うん、ね、うん。右も左もちょっと伸ばします。はい、そして、うん、キグサの薄い色を花の部分にちょっとこう見えるようにと思って描きます。だここにあのムスカリの花がつくんですね。はい、こうやってね。ちょんちょんちょんってね、下に引っ張っていくだけ。うん、この花かわいいよね。かわいいでしょ。うん、私は青紫を選びました。はい、では問題です。はい、このムスカリにそっくりな花があるんですが、それは何でしょう。知ってます。お、ヒヤシンスです。なんで知ってると。知ってますよ、僕は。あ、すごいじゃん。はい、そう、ムスカリの和名はブドウヒヤシンスって言うんですって。そうなんだね。うん、すごいね、なんか物知りになったみたい。あ、よかった。はい。はい、それでは、キヨ先生、言葉をお願いします。はい。それでは、しこ先生、よろしくお願いいたします。はい、ムスカリを書きますムスカリ書いて。うん、危ない危ないまずは、今回ちょっとデザイン的にね、うん、書いてみようかなと。この葉っぱのところをね、ハートにしちゃったんですよ。いいね、うん、いい感じ。そして、そこから茎が出てくるって。まあ、茎じゃないや、葉っぱだな葉っぱだね、これはね。葉っぱ、そして茎だね。そうだね。うん、で、これにですね、はい、左側にバランス取るためにまた葉っぱをつける、うんうん、いいね、かわいいね、ハートがね、うん、そしてあのん花をね、つけていきます。キヨ先生と同じやり方です。先生、これ少し色が違う。何色、先生の。これもね、うん、いや、青紫だと思うんですけど、ちょっと違うね。青が多いと思うんだよね、僕は。青、うん、青、うん、群青がちょっと入ってると思う、ね、そうみたいですね、うんうん、ムスカリって薄い青色から濃い青紫まであるんですって、うん、ああ、そういうことなんだね、うん、うちの青紫だよね。そう、青紫、うん、はい、もうこれで終わりかな。あ、かわいい。じゃあ、言葉をですね、はい、入れたいと思います。入れてください。お願いします。はい。でね、なんかね、ハートのところにね、うん、ピンクをスパッタリンクしたくなっちゃった。いいね。かわいい、かわいい、はい、こっちがいいよ。こっちが明るくていいでしょう。うん、いいと思います。はい、できました。はい、お疲れ様です。